脂肪を燃焼させるデトックススープ、美味しいレシピをあなたにお伝えしてまいります。この動画では1、なぜこのデトックススープが痩せる効果があるのか、2、一体何を材料に使えばデトックススープで痩せることができるのか、3、具体的にどのように作っていくのか、美味しい簡単レシピお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは一つ目です。なぜこの脂肪燃焼するデトックススープを食べると痩せることができるのかという、その理由なんですけれども、大きい理由は腸内環境を整えてくれる食材を使っているからなんですね。例えて言うならですね、もしあなたがもう一生懸命食事制限をこう頑張っていらっしゃったとしても、きつい運動を頑張ったとしてもですね、長期的に痩せることができないからなんです。なぜかというと、体質そのものが痩せ体質になっていないからなんですよね。もうこれはもうせっかくの努力が水の泡となってしまいます。ですから痩せるためのポイントは、腸内環境をいかに整えてくれる食材を日々の食事の中で取り込むことができるかということに尽きるんですね。そのためには、私が冒頭でお伝えした通り、そのスープとして作ってしまうと、いろんな材料がですね、そこに一度に取ることができる。しかも水分ですから、食べ過ぎにもですねならない、お腹がこの満腹感がですね得られやすいという点でも良いと思います。でまたお体をですね温めるということにもなりますから、お体が温まるとやはり腸が元気に動いてくれるんですね。ということで、全てのことが腸内環境を整えることにつながっているわけです。楽しみにされていてくださいね。それでは動画の2つ目の項目に入りたいと思います。ではですね、今お伝えしました、その一体何のですね、何を取ればそんなにいいことが起きるのかということですよね。先ほどお伝えしました痩せる効果、まあ、イコール痩せ体質になるためには、じゃあ一体どんな食材を取ればいいんでしょうかということで、今回私がこの動画のために選んだものはこちらです。大豆ミートです。私ですね、この大豆ミートに関しましては、無印良品さん の大豆ミートをですねご紹介している動画もございますから、ぜひご興味がおありの方はそちらの動画もご参考にされてみてくださいね。で、大豆ミートに関して言いますと、もうとにかく太るもと、糖質と脂質が少ないんですよね。お肉と比べたらもう断然に少ないわけです。なのに食物繊維がとてもいいということは、腸内環境の大掃除をすることができますから、やはり痩せ体質へとですね良いスパイラルの方に入っていけるわけです。そして嬉しいのが、コレステロールがゼロなんです。いかがですか？例えば今まで健康診断に行かれた時に、病院の先生から、ちょっとこれはね、悪玉コレステロールが増えてるから痩せないとねとか、お薬を飲まないといけませんよとか言われたら、はあって落ち込みますよね。本当はお薬なんか飲みたくないわけです。本当は悪玉コレステロールなんかを溜め込んでですね太りたくないわけですよね。そのためには、やはりコレステロールがゼロのもの、取りすぎている方はですね、コレステロールも必要なんです。必要なんですが、増えてしまう、特に悪玉なんかはですね増えてしまうと良くないわけですから、もともとその増えてしまってらっしゃる方というのは、やはりまずはその抑えてあげないといけませんよね。その時にやはり大豆ミートがあなたを助けてくれるわけです。そして私たち女性にとっても嬉しいのが、この女性ホルモンを整えてくれる力も持っているのが大豆ミートなんですよね。大体もう私もね、40代ですけれども、40代50代となると、もうこのですね
女性ホルモンがもうほとんど出なくなっていくという、そういう過程を誰しもたどるわけですよね。悲しいんですけど、ただ悲しんでるわけにはいきませんよね。じゃあどうするかということで、この女性ホルモンのバランスを整えてくれたり、そもそもその材料になるものを取るということが大事。その時に必要なのがこの大豆が持っているっていう、そのイソフラボンですよね。そういったものを取って差し上げることで、女性ホルモンの減少をやはり補ってあげることができるっていう点でも、やはり良い食べ物がこの大豆ミートになります。ではここから実際に3つ目の項目、どのように上手にこの大豆ミートを使うことで日頃の食事に取り組んでいただいてですね、結果中性脂肪を抑えて、悪玉コレステロールを抑えて痩せることができるのかっていう、その脂肪燃焼をするために美味しい美味しいスープのご紹介をしていきたいと思います。どのようにということはレシピのことですね。こちらはその脂肪燃焼デトックススープとですね、私が命名したわけなんですけれども、材料があります。まず材料をご紹介して、最後作り方をご紹介して終わりたいと思います。まず材料は2人分です。玉ねぎ1/2、人参1/2、大根は1/4程度で良いと思います。サイズにもよりますから調整しましょう。で椎茸は3つですね。そしてブロッコリーが大体約1/2ぐらい、1株ではなくて大体半分ぐらいでいいと思います。あとニンニクが1から2かけ程度、お好みに合わせて、スパイシーにねして香りを作っていただきたいと思います。そしてあとは調味料系なんですけども、まだまだ続きます。見えますでしょうか。ここで出てきますのが、先ほどお伝えしました無印良品の大豆とミートボールというレトルトパウチになっている商品があります。そちらを使います。1袋。そしてあとはトマト缶ですね。無添加でお願いいたします。もうトマトのホール缶でも良いし、カットでも良いです。お好みでいいと思うんですけども、私はカット済みのトマト缶を使っております。便利です、使いやすいです。トマトジュースでもいいと思います、お料理用のですね。こちらも無添加でお願いいたします。が1缶、あとお水が 200ml、 そしてコンソメが1袋。私は無添加のグリーンコープさんのコンソメ の粉タイプですねを使っております。あとは塩麹大さじ1/2、こちらも私手作りしております。塩麹もとってもコクが出てね、発酵調味料ですから腸内環境も整えてくれて、もおすすめ の調味料になっております。作り方はまた別動画でもお伝えしておりますので、ご興味おありの方はご覧なさってくださいね。そしてオリーブオイルです。こちらも遮光性のですね、瓶に入った JAS マーク、ジャスマークが載っているような良質のものを召し上がってください。が大さじ1、あとは塩コショウを少々使ってまいります。ではここからご準備ができましたら、早速作り方に移っていきたいと思います。もうね、とっても簡単、もう鍋一つあればね、本当にすぐできますから、ぜひあなたも今すぐですね、作ってみてくださいね。では作り方に行きます。こちらです。まずお野菜類ですね。玉ねぎ、人参、大根、椎茸はそれぞれ1センチ角で小さく角切りでお願いいたします。2つ目です。でブロッコリーはですね、やはり彩りも考えたいのと、栄養をそのギュッと凝縮したいので、私は湯がくよりも電子レンジでレンチンですね、チンして湯がいてというか、その熱を通してですね、作って準備します。レンチンだと色も鮮やかなまま残りますし、余計な栄養素が逃げないので、湯がくよりも私は、時短も考えているんですけれども、ブロッコリーは電子レンジでチンして作ってます。ここで下準備をしていただく。そしてニンニクはみじん切りでお願いいたします。そして次3番目です。お鍋にですね、先ほどの良質なオリーブオイルを大さじ1入れていただいて、そこにこの刻んだニンニクを入れて、まずは弱火でニンニクの色がこう変わってね、いくまで炒めてください。そしてだんだんその炒めてくると、いい香りがね漂ってきますよね。ニンニクの炒める香り大好きなんですけれども、あー、いい香りが出てきたってなりましたら、先ほど1センチ角に切り刻んだですね、お野菜類を加えていただいて、ここで一旦お野菜をきのこですね、しいたけも一緒に今度は中火でよく炒めてください。でここまで炒め終わったらですね、5つ目です。丸1を加えてと書きましたが、丸1と言いますのは、先ほどお伝えしたこの
材料ですよね。無印の大豆、ミートボール、トマト缶、お水、コンソメ、塩麹です。こちらを加えて蓋をしましょう。そして柔らかく具材が煮えるまでその10分程度ですね、煮込んでいただきたいと思います。そして、こちら量にもよりますから、しっかりねご自分でチェックしてみてくださいね。そして最後です。しっかり煮込んだ後は6番目です。塩コショウである程度お好みの味に整えていただきましたら、器に盛っていただいて、最後に色鮮やかなブロッコリーを飾っていただければ完成です。この動画のまとめに入ります。 1. なぜこの脂肪燃焼をデトックススープで痩せることができるのかということでしたね。それは腸内環境を整えてくれる材料を使っているから、そしてお体が温まって満足感もあるものだからでしたね。2つ目です。何を材料として使えばそのような脂肪燃焼効果なのかというお話でしたね。それは大豆ミートでしたね。大豆ミートを使うことでそのカロリーも抑えることができる、太る元の糖質や脂質も抑えることができる、なおかつコレステロールがゼロ、そして女性ホルモンのバランスも整えてくれる食材なんですよっていうお話でしたね。そして3つ目です。ではどのように作るんでしょうかということで、美味しくてもうお鍋一つで簡単にできる脂肪燃焼のデトックススープのそのレシピをお伝えしてまいりました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をお伝えしております。ぜひあなたの人生が好転しますように、お薬などに頼らずにですね、ご自分の体質を痩せ体質へと自然に変えていくことができるということで、あなたの人生にお役立ていただければ、もうこんなに嬉しいことはございません。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。